一番最初はちょっとその違い、いられとの違いっていうか、いられの代わりっていうふうに使っているモチベーションっていうか、その気持ちで使うと、やっぱりアプリとしては全然違う UI なので、あれ、あの機能をやりたいんだけどどこにあるんだろうとか、そういう戸惑いが、まあ、結構あったんですけど、一番思ったのはすごく軽いなと思ったんです、拡大とか。ウェブサイトを、まあ、主に作ってる会社で働いてて、まあ、印刷物もちょっとやったりはするんですけど、まあ、基本的にはウェブサイトのデザイン、UI のデザインとか、あとは、アプリであったりとか、まあ、主にその UI 周りの、まあ、グラフィックとかデザインを作ってるっていう感じですね。その中でアフィニティの製品っていうのは、はい。どういうふうに役に立ってますかね。僕はアフィニティデザイナーを、まあ、最初に買ったんですけど、アフィニティデザイナーの、まあ、この機能だったら全然もう、その時、その前に使ったのが、まあ、フォトショップでデザインしたり、その時はまあ XD は出てなかったんですけど、スケッチとかっていうふうになってたんですが、で、その後アフィニティデザイナーをちょっとメインで使おうってしてた時期が、あって、その時はもう、デザインの画面のデザインをアフィニティデザイナーで全部作って、まあ、それを書き出してコーディングしてとかっていうことをやってました。で、アフィニティデザイナーは、例えば印刷物であったりとか、例えばロゴとかも作るんですよね。ウェブサイトと関連してロゴもリニューアルしましょうっていう時に、じゃあ名刺が欲しいとか、なんかその営業ツール欲しいとかっていう時に印刷物も必要になってくるんですけど、だからまあロゴなんかの、まあ、派生してくるそういった印刷物とかっていうやつは、アフィニティデザイナーで作って PDF で入稿するとかっていうことをやってて、アフィニティデザイナーでその印刷物作るってさっき言われてましたけはい、ど、それでフィニッシュまで行っちゃうんですか？印刷物ではデータを納品というか、印刷会社にそのデータを納投げち品、ゃう。そうで PDF すかね、何かに。そう、 PDF とかにしちゃいますね。はい、で、結構もともと PDF とかで入稿、いられでも PDF 入稿とかっていうことをしてたので、そんなに問題になったことはなくて、はい、ちなみにその印刷会社っていうのは？あとグラフィックですね。おお、グラフィックで。はい、グラフィックで出 してなるほどまね。した。はい、 PDF で入稿は問題はなかった。そうですね。あとは、まあ、グラフィックさんじゃなくても、まあ、要はそのグラフィックさんはもともとそういう実績、 PDF で入稿してるって実績があったので、まあ、出しやすくて出してるんですけども、アフィニティデザイナーを初めて、まあ、買われたのがアフィニティデザイナーって言われてましたけはい、ど、最初に触った時のその感触というかフィーリングはどうでした？一番最初はちょっとその違い、いられとの違いっていうか、いられの代わりっていうふうに使っているモチベーションっていうか、その気持ちで使うと、やっぱりアプリとしては全然違う UI なので、あれ、あの機能をやりたいんだけどどこにあるんだろうとか、そういう戸惑いは、まあ、結構あったんですけど、一番思ったのはすごく軽いなと思ったんです、拡大とか。で、なんかアドビの製品でいられとか、まあ、フォトショップとか使ってて、重いっていうのは結構そのフラストレーションだったので、軽い、とにかく軽いと。そこが最初の、まあ、いいなと思ったきっかけで、で、その軽さを、まあ、自分の作業の、まあ、に生かしていきたいって思いがあったんで、いられとの違いとかっていうのは一個一個こう調べながら、チュートリアルの動画とか結構アフィニティに上がってるんで、まあ、英語をこうなんか翻訳してみたりしながら、あ、こうやればいいんだっていうのを見つけていって、だんだんその UI の差が埋まってくると、あとはもうやりたいことをできるようになっていくんで、それでもう今はそんなに気にならないくなりましたね。最後に聞きたいんですけど、はそい、のセルフのその他の製品も含めて、今後その製品に求める機能とか、まあ、あとはその何だろう、次の他の製品とかもしあれば聞きたいのと、あとはそれでご自身がどういったことをしていきたいか、どういったものを作っていきたいのかっていうのをちょっと聞かせてもらっていいですか？そうですね。やっぱり UI 周りのデザインで、が仕事としてはメインなんで、シンボルの機能が、シンボルの機能を結構僕出た時に期待してて、アフィニティで使ってたんですけど、まあ、上書き、いわゆるシンボルとして登録したものを、まあ、
いくつか複製して、それをこうこの子供だけ、変えたいとか、このこれのここだけ変えて、他はあの要はそのシンボルの大元と同じ形にするとか、うんうんうん、あとはその一回カスタムしたけど、そのシンボルの大元のシンボルの状態に戻したいとか、はいはい、なんかそういうそのシンボルの管理とか扱いっていうのは、あの他の UI のツールと比べるとちょっと弱いところがあって、うん、でその辺の使い勝手とかが上がってくると、あのまあ、言ってもオフラインに使えるっていうところもあるんで、その UI のデザインにも、まあ、もう一回プライマリーのツールとして、使えるかなっていう気は少ししています。その辺がまあ直近求めるところですかね。あとはその、ね、買い切りでこうちゃんと開発続けられるのかなみたいな、僕は心配するあれでもないですけど、なんかそういうことを考えた時に、あの、まあ、僕としてはあの別に買い切りじゃなくてもいいと思ってて、あのそういう他の UI のツールにあるよう なんかコラボレーション機能とか、あのモックアップとして作ったものにコメント共有するとか、なんかそういうオンラインのサービスとかがアフィニティでもしついたら、それは多分あの買い切りというよりはあの有料になると思うんですけど、有料っていうか月額とかに、まあ、他のサービスとか見ててもそうなんで、そうなるのかなっていうふうに思うと、なんかあのそういう機能があってもいいなと僕は思ってるので、それで、ね、開発がセリフとしてもあのよりこうそこに費用を当てる費用がこうそういう収入としてになるんであれば、まあ、そういう機能があってもいいかなと思ったりします。伝わってますか？これで OK です。大丈夫ですか？アフィニティ忍者シリーズではアフィニティデザイナーやアフィニティフォト、そしてアフィニティパブリッシャーのチュートリアル動画を配信しています。他に Facebook のユーザーグループでも動画を使った講座の紹介やいろいろな情報を交換しているので、そちらもチェックしてみてください。